せっかくハロウィンイベントで優勝した翌日にミユさんにいたずらを仕掛けることになろうと。これも春菜ちゃんの秘密を守るためだよ。ほら、そこのテープ取って。わかりましたわ。約束ですからね。ところで、これはどういう仕掛けなのですか？ここを通ったら、足元で糸が引っかかって、おもちゃのコウモリが飛び出す仕組みなんだ。なんと、ミユさん、もうかわいそうに。そうかな。ミユちゃんたちだったら、絶対喜んでくれるよ。いたずらに引っかかって喜ぶ人はいないと思いますが。では、ここに糸を張ればよろしいのですか？そんなんじゃすぐにバレちゃうよ。もっとミユちゃんたちの視界に入らないギリギリの高さにしなきゃ。なるほど。意外と細かいのですね。当たり前じゃん。いたずらっていうのは常に相手の考えることを先読みしなくちゃいけないんだよ。私は春菜ちゃんが普段どう考えてどう動くか、どうすれば一番楽しい反応してくれるかをずっと考えてるんだから。他に考えることはないのですか？まあ、くるみさんらしいですけど。くるみさん、準備できましたよ。よし、そろそろみゆちゃんたちが来る頃だし、こっちに隠れて待ってよっか。もうそろそろかな。どうしたの、はるなちゃん。いえ、よく考えると私、こんな本格的ないたずらを仕掛けるのは初めてなので、ドキドキしてきましたわ。でしょ？この時間が一番楽しいよね。はい、いけないことだと思いつつも、ついワクワクして。これが背徳感というものなのでしょうか。はるなちゃんもやっと分かってくれたんだ。嬉しいな。ですが、今回は特別ですよ。二度とこんなことはしませんからね。分かってるって。でも、自分の仕掛けたいたずらが成功すると、もっと快感だよ。快感ですか？うん、もう最高の気分なの。一度味わったら、はるなちゃんもやめられなくなると思うな。そんな、私、まだ心の準備が。し、みゆちゃんたちが来たよ。あれ、はるなちゃんとくるみちゃんまだ来てないみたい。先に二人で地下室へ向かってたはずなの。変なの。じゃあ先に私たちでハロウィンパーティーの準備を始めよっか。よし、そのままもう少し前に進んで。ちょっと待つの。どうしたの？きっとくるみちゃんがハロウィンのいたずらを仕掛けてどこかに隠れてるはずなの。え？本当に？よく見たらいろんなところに透明の糸が張り巡らされてるの。これはくるみちゃんの仕掛けた罠に違いないの。本当だ、全然気づかなかった。でも安心してなの。こんなこともあろうかと思って君ミーコがいたずらを仕掛けておいたの。え？スイッチオンなの。いやー、なんですかこれは。あれ、はるなちゃん、そんなところに隠れて何してたの？ミーヤさん、これには理由が。悔しい、ミーコちゃんにいっぱい食わされちゃったよ。はーい、大成功なの。はるなちゃん、次は絶対ミーコちゃんたちをびっくりさせる仕掛けを考えてリベンジしようね。嫌です、もう二度といたずらの片棒なんて担ぎません。ミーヤさん、しり